以前の動画で日本人の体質にはローハットな食生活が合うと拝聴してからその食生活を心がけていますと。すごく自分に合ってるような気がします。そうだね。これはね、自分のダイエットでもそう思ったし、クライアントを指導してるときにも思ったんだけれども、やっぱり炭水化物、米を主食として育ってきた我々、ね、には、やっぱり米というか炭水化物が少ないダイエットっていうのは合わないとしたら変なんだけれども、 欧米人で炭水化物が比較的少なくてタンパク質の脂質が多いような食事で育ってきた人は低炭水化物で高タンパク質そしてまあ脂質がある程度とってるようなダイエットもまあ合うというかもちろん数字だけ見るとこれは必ず酸性化物が低ければ体の中の食い効が減ってきて要するに体が貯蔵した炭水化物を使用しなくちゃいけない。 超した炭水化物が少なくなってくると体脂肪を燃やして糖を作らなくちゃいけないと。糖新生というのが起こるので、これは理論的には体脂肪が減るはずなんだけれども、俺の経験から言うと体脂肪が減るというよりは代謝が落ちるような気がする。で、代謝が落ちるとやっぱりその悪循環で筋肉もつかなくなってくるし、体脂肪も落ちなくなってくると。 なのである程度、炭水化物を、もちろん量のアップダウンはあると思うんだけれども、炭水化物を取りながらの方が、俺は、タンパク質をあまり高タンパク質にしすぎると、さっきも言った代謝が落ちるというか、体が変わりにくいような気がする。なので、まあ、俺は進めるのは、体重の2倍から2.5倍。まあ、人によっては3倍ぐらいまで進めることもあるんだけれども、普通の人は2倍で、その分のカロリーを炭水化物から取った方が、俺は成果が出やすいような気がする。っていうのは、これは別に100人いたら100通りの反応があるので、自分で。 試してみないといけないんだけども俺は俺の体はやっぱりそういう反応をしたことが多い。<music>